今日は189ページについてお話します。運転するならば標識が読めなくてはダメだという話が書いてありますよね。標識とは人生の中でいろいろと気づかなければいけない情報なんですが、これを見つけるのは LDP という手法が不可欠です。でもこの LDP はその前に一つ条件があるんです。自分が絶対に成長するということがなければ LDP で出てくる情報は逆にあなたを滅ぼします。つまり LDP はあくまでも標識の読み方ですから、その標識を読むときにあなたが後ろに帰りたいと思っているのであれば、どん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 後ろに帰ってしまいますし、前に進みたいのであれば前に進む標識が出てくるでしょう。ですからまず前に進まなければ人生は良くならないので、その決意をしなくてはいけません。でもあなたがまだその決意に戸惑っていて、やっぱりまだまだ可愛いって言われたいとか甘えていたいとか、そういう状態であればその決意はまだ浅いので、情報としては後ろに戻る情報と前に進む情報がまだまだ拮抗していて、あなたは LDP をうまく使えません。ですから本当に絶対に後ろに戻らない、前に進むという決意がないとダメですね。最初のうちは自分にこういうふうに言ってください。私は絶対に前に進みます。もし愚かな自分が前に進まずに後ろに戻ろうとして、そちらの情報を読もうとしたら、絶対にその自分を滅ぼしてください。こう言うんですね。私はずっとこれをやってきました。最初のうちは私は実際に LDP を知っていたわけではないので、どうやってこの世界の情報を読むかがわからなかったわけです。ですからまず後ろに戻ろうとする自分がいたら、それを容赦なく滅ぼしてくださいということを未来の自分に頼むんです。これをお願いしておきます。そうすると嫌がおうにも前に進みますよ。それが本当に怖いと思った時は、まだまだあなたは前に進む時期ではないということです。ですから前に進むという決意だけをしてくださいね。ではまた次回。